本の食品あった。わーお。これ美味しそう。とシナモンかな。これさっき買いました。ラズベリー、ラズベリーにチョコレートマーニンついてる。うん、甘酸っぱい。結構でかい。こんな感じ。うん、おいしい。今年のフィンランドはめっちゃ暑いからアイスコーヒー飲んでます。これはあのイタラのウルティマツーレっていうグラスで、日本にも買えるんですけど、こうこの足ががっしりしてていいグラス。まあ、外何度ぐらいなんだろう。うん、31度です。東京も31度。東京は体感38度で湿度が 70%。 ここタンペレは体感32度で湿度が 40%。 冷房ないからね。リンゴ、シナモン、オメナ、カネディ、ウイスイ、リシだから米が入ってる。サルミアキアイスクリームを食べます。真っ黒。じゃじゃーん。しょっぱい。今日はポリスフィアというフェスにやってきました。誰も歩いてない。
か国立美術館博物館かなのにバービーやってる。Planned at all and蜂が来た。美味しそう。また蜂が超来た。いただきます。いや、こんなに食べたの、ケースさん。スパイシーバージョンがあるの知らんか。うん。美味しい。いつも普通クリームだもんね。うん。人参と。サワークリーム。これなんだ。お鮭か。られるんだって。いただきます。このトリップステリというアプリを紹介します。設定でフィンランド語、英語、日本語を選べます。観光。それなんか音声ガイドが選べて、カタヤノッカの丘の上にそびえる印象的なウスペンスキー大聖堂は間違いなくヘルシンキの代表的な建物です。ウスペンスキー大聖堂はフィンランド正教会の総本山であり人気の観光スポットです。ここではクラシック音楽のコンサートもよく開催されます。高さ33メートルの大聖堂と美しい建物ですね。ドームに向かって登っていってください。天使の観点にして買うパトリではいろんな露店が軒を連ね、フルーツや野菜の販売、お土産屋さん、カフェなどがあり、散歩に最適です。観光のボートなどもここから出ています。海辺なのでカモメの糞に注意してください。食べ物を持っているとカモメに持っていかれることがあるので隠してください。ケイサリン南キビは1835年に披露されたヘルシンキで一番古いモニュメントで、帝政ロシアのシンボル。
総統の和紙をいただいたオベリスクです。1833年にロシアの皇帝ニコライ1世の妻アレクサンドル妃が初めてヘルシンキを訪れたのを記念して建てられました。1917年の2月革命の後、一部破壊されましたが1971年に修復されました。ルーネベリ港でポルコまで行けます。この辺初めて来た。多分前と変わったかな。フライングシネマツアーオブヘルシンキは 3D メガネを通してまるで飛んでるように映像でヘルシンキの名所を回れる最新の 4D 劇場です。アルダスシープールではサウナ、プール、レストランとカフェがあり、夏でも冬でも温水プール、海水のプールを楽しむことができます。夏だったらテラスでビール、冬はマイナスの外気とサウナを楽しんでもいいですね。あの一番上はサウナになってます。回ってる。フィンランドではベリー類が豊富に取れるので、露店で新鮮なイチゴやサクランボを買ってはいかがでしょう。またヘルネという豆もよく売られていて、大きいエンドウ豆のような豆で鞘から豆を取り出して生で食べます。私は青臭くて苦手です。元老院広場にはドイツ出身の建築家カール・ルードヴィヒ・エンゲルによって設計され、大聖堂、政府宮殿、ヘルシンキ大学と1757年に建てられたヘルシンキ最古の石造家屋に囲まれています。広場の中央にはロシア皇帝アレクサンドル2世の像がそびえ立ち、いつでも観光客でにぎわっています。また冬にはクリスマスマーケットも開かれます。アレクサンドル2世の像はフィンランドで最も有名な詩人ルーネベリの長男である彫刻家のバルッテルによって1894年に建てられました。台座には法律、文化、農民を象徴する像も建てられています。11年ぶりに中に入ってみようかな。ヘルシンキ大聖堂は1727年に建てられた以前の教会に代わり、1830年から1852年に建設されました。1917年のフィンランドの独立までは聖ニコラウス教会と呼ばれ、最も有名なヘルシンキの観光名所です。大聖堂の屋根には十二使徒の真鍮彫刻があり、世界最大の真鍮彫刻のコレクションです。
Ja, paska päivä. Toi nelonen on hyvä. Siitä niin hyvä, että mitä järkeä. Ei tosiaan, että tosiaan enää ulos kaivetaan.